あれ絶来てるやん。はい、てことになっていきましょう。どうもラルクゼイマス、仮眠したから元気。さあ、ということで今回もスマホ版にゃんこ大戦争ほわかの方をやっていこうかなと思いますよ。今回長丁場になりそうなので早速もう本題に入りましょうか。で今回ですね、やっていく内容に関しては、はい、こちらしれっと絶ステージの方が追加されてたので、今回は絶キラ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 キペロちゃん。さあ、ということで早速やってまいりますか。あ、そういえばまだ週末の連戦場やってねえや。まあこれは後でやっときましょうか。まあとりあえず今回に関してはペロ降臨ということで、このステージ苦手なんだよ。絶じゃなくてもすっごい苦手なんで、今回勝てる自信がほぼほぼないのよ。まあとりあえず一旦詳細見ていきます。はい、ということで、まあ絶ステージなんで全2ステージでございますね。はい、初っ端からもう超極ムズだよ。難易度星10ということで、ワンランドから、2号店ということで、ちょっとペットショップでありそうな名前ありますけどね。まあいいや、じゃあとりあえずやっていきましょうか。多分一つ目に関してはあれじゃない、出撃制限かかるの。おらね。じゃあなんだか見ていきましょうか。はい、さあということで、出撃可能なキャラクター条件、レア度基本キャラ EX レア激レア、ステージに出せる最大キャラ数は10体と。なるほどね。まあ超激レアと伝説がいないということだよね。それ以外だったら良きっていう話ですよね。あ、しかもあれだよね、あの最大キャラ数10体だから、いやーこれでもさ、ワープがきついんだよね。これワープされたらさ、なかなかやばいんだよね。いやー、まあとりあえず編成組んでみますか。もう何も考えてないんで、もうゼロから作っていかなくちゃいけないんで、どうしようかな、どの編成ベースの。じゃあこれでいいか、これでいきましょうか。はい、バスター作ったお前。で、なんつったっけ、 EX とレアと激レアだったよね。あと基本キャラクターとかか。となると、そうだなー、何が出てくんだろうな。以前は確かあれだったよね、カルピンとか出てきてたよね。どうなんだ、今回もまた出てくんから、あいつがいるかいないからだいぶ変わってくるんだよ勝敗が。まあとりあえずそうだね、まあカンカンは外せないっしょ。カンカンと、あとはなんだ、激レアだと何がいいんだろうな。あとは、いや難しいね、めちゃくちゃ難しいところではあるけど、いや向き足入れとくか。向き足でしょ。で、あとはそっからはもう、あとはレアキャラ行ってみましょうかね。レアキャラで、あのなんだろうね、うわ、取り巻きの属性が全くわからないんだけど、でもなんかそんなにキャラ数出せないから、ニャンコンボガチガチとかで、あー、サテライトのとこ、サテライトね、こいつワープ無効だから、サテライトと、ね、じゃあニャンコンボですね、ニャンコンボガンガンに突っ込んでもいいんじゃないかなとは思ってはいるんだけど、どうだろうね。あー、ちょっと詰められないよりゴロニャン入れてみるか。ゴロニャンね、結構詰められるとめんどくさいし、そう、敵数もどうなるかわかんないからね。とりあえず足止め用として入れとこう。あとはそうだね、わかんねえな、ちょっと。あとはなんか連覇とかでさ攻撃できればなとは思うんだけど、超撃はダメなんだもんね。そうなると EX の連覇を放つって考えると、いやでもな、ウリルだとちょっと怖いしな。あ、ドロンとかは、ドロンこいつだって撃ったら消えちゃうでしょ。じゃあこれでやってみるか。うん、でも他全然思いつかんな、やばいなこれ。じゃあとりあえず待って、ニャンコンボどうしようか。ニャンコンボに関してはやっぱ攻撃かな。攻撃突っ込んで、あ、違う、これじゃない、 I love Japan で、で、もう一枠どうしようかな。もう一枠は、あれかな、あの、貝入れて、豚丼でいいか。まあ、どうせね、あの、出せないと思うけど、まあ、編成に入れとけばね、ニャンコンボとして発動するんで、あれ、どこだ、貝は。あ、いだ。これで大丈夫じゃないかな。わからんけど、全然大丈夫じゃないかもしんないけど、まあ、とりあえずやってみましょう。ものは試しでございます。はい。さあ、ということで、まず1回戦目でございます。さあ、早速挑戦していきますよ。じゃあ、いきまーす。いや待って、編成でだいぶ時間持ってかれましたけれども、まあいいや、じゃあとりあえずやっていきましょうか。いやー、どうなんだろうね。とりあえず、ちょ、なるほど。なんかこれは流れとしては、あの普通のさ、なんだっけ、あのペロ降臨と同じなのかな。
まあいいや、やってみましょうか。じゃあとりあえずこの辺かな、とりあえずはね。意外とカンカンやってくれるんだけど、これなんだよね、これなのよ、これこれ。ちょっと待って、スピードアップが危ない危ない危ない。でこのワープがきついのよ。一旦とりあえずまあいいや、これで様子見ていきましょう。ああ、オッケーオッケーオッケー。一撃突っ込んでくれましたね。あんま出しすぎも良くないから、とりあえず、あとはその、このカルピンなのよね。このカルピン対策がさ、ちょっとね、いやー、どうしようか。まあいいや、一旦とりあえずドローンとかでこれで様子見ていきましょうか。これでとりあえず、いや、どうだろう。とりあえず、取り巻きは倒そう。取り巻きを倒してからじゃないとお話にならないからね、これね。よし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 。よし、でもカルピンが全然なんか倒れなさそうなんだけど、大丈夫かな。一旦とりあえず極上で攻撃力ダウンさせておきたいところはあるけど、いやー、でもいろんな敵盛りだくさんだな、これ。あー、やばい、刺激製品が。まずいな。怖い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 。あ、はい、カルピンなんとかちょっと動きを見せてくれよ。いやー、もう、これは、これでも、にゃんぴじゃなくてなんかスナイパー突っ込んだ方が良かったかな。これなんか猫本は別にいらない気がする。なんかあんまりそんなになんかお財布ギリちょ、うわ大丈夫かな。あー、もうじわじわ攻められてるけど、いやーこれはやばいや。これなかなかギリギリだね。あー、じゃあとりあえずドローン突っ込む。ここでとりあえずさあ、どうだ。よしこれで、ね、カルピーがやばい、マジで。よし、やっと1回ロックバックしたよ。でもさ、まだまだ出てくるよね。今までのだってさ、そのペロ降臨に関してはさ、3体ぐらい出てきたのよ。それがやっと終わってから、ね、反撃かぐらいだからさ、いや、そっからなんだよね。あ、動き遅くしてる。頑張ってるね、みんな。よしオッケー、いいぞ、まだいけるぞ、まだまだ俺らはやれる、まだいけるぞ。あー、もうやだ、2体目来たよ。もう絶望だね、これね。2体揃うとまずいのよ、これ。ってなると、ダメじゃないこれ。ちょっと待って、ちょっとまだいけるとか思ったけど、いや、もう無理そうだなこれ。うわ、でも待って、編成思いつかんって、これ全然思いつかないよこれ。どうしようか。とりあえずカルピン対倒そう。いや、倒れないね。いった、ようやくいった。よし、オッケー、攻撃力ダウン、これはでかい。今のうちだけど、多分すぐ切れちゃうんだよな。いやー、でもやばいな。ワープやめてくんないこれ。これがさ、いやー、もうちょっと、まずいな。何パー攻められた？ちょっとだいぶ変わってくれたら嬉しいんだけどね。でも次、打つてないよ、もう。もう打つてないんだけど。一つ目のステージでもう、だいぶ積んでるんだが。いや、もうダメよね、これね。いやー、どうしようか、これ。もうダメよなこれ。どうしよう、わからんぞこれは。何が一番ベストの編成なのかが何とも言えないけども、でもこれ、いや、にゃんこ砲じゃなくてもいいのかな。なんかこれ動き止めた方がちょっとでかい気もするんだけどね。あー、カルピン1回ノックバックしたけど、でももう多分そろそろこっち終わるんだわ。こっち終わるよね、絶対終わるよね。あー、終わった。あー、いや、きつい。いや、どうだろう、パーセンテージな、全然微妙だわ、もう。ちょっと待って、一旦ちょっと鼻水噛んでいきましょう。リフレッシュしていきます。いやー、ダメだったか。どうしようか。ちょっと待って。もう次どうしよう。もう編成もなんもちょっと待って。思いつかんけれども。いやー、どうしようかな。それか。ちょっと待ってよ。この向き足。いやー、でもわからんな、これ。ちょっと。どうしよう。ちょっとゴロニャンはちょっと一旦変えましょうか。なんかダメっぽいんで、じゃあここからニャンデやねんかな。これで一旦再戦してみましょうか。で、とりあえず、あれですね、スナイパー進んでみましょう。じゃあこれとりあえず再戦してみましょう。再戦。いや、待てよ。これで勝てなかったらもうちょっと俺もう罪かもしれない。これは。ちょっともう罪かもしれない。大丈夫かな。いやー、わかんない。これはちょっとわかんないな。これさ、一番最初のさ、これちょっと動きをさ、どうしたらいいかな。いや、まだいける。これでとりあえずさ、ドローンでさ、まだ、よし、とりあえず、ここ、このポジション、よし、このポジション、このポジションで、よし、これで、
これでどうだ、これでとりあえずよし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 、オッケーオッケーオッケー、あとはもうカルピンを倒すことしかもう考えないようにしようか。こいつなんだよ、マジでやばいって、本当にカルピンがやばすぎるのよ。いやー、よし、なんかじわじわねノックバックはさせられてるんだけど、ここのカルピンなんだよね、いかにさ早く倒せるかっていうところなんだよね。これでもバランスよくキャラ出さないとやばいよね。てかもうワープが、もうやばいな、ちょっと。もうすでにちょっとやばいね、これね。いや、どうしよう。もうわからんぞ、これ。まあいいや、とりあえず、ドローンは随時出しておこう。こいつのレッパーはなんとかなるからね、とりあえずね。いや、これなのよ。いや、古代種もなかなか厄介なんだけれども。よし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 、オッケー。早くも一回ノックバックしたね、カルビ。やってくれたね。よし、こっからよ、こっから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 、あー、でもやばい、やばい、やばい、どうしようか、次は、むずいな、もうむずいな、もうよし、オッケー、オッケー、もう、やばい、ペロ動かないで、動かないでくれ、やばいな、これ、ちょっと待って、よし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 、まだいける、まだいける、まだいけるぞ、まだいけるぞ、まだいけるぞ、2体目来るまでに、とりあえず1体は早めに倒せるかな、いけ、いけ、いけ、もうわからん。さあどうだ、このドローンでとりあえずなんとか頑張ってくれ、無理か、無理か、なんなんだよ、行かないんかい、なんだよなんだよ、さっきのロックバックでもう倒れたんかと思ったけど全然だったんだけど、うわーマジかよ、いやーどうしよう、これはまずい、ちょっと待て、うわーやばいやばい、でもそろそろ2体目、うわもう来たわ、もう来た、もうやめてくれ、早いよ来るのが、もうちょっとゆっくりでもいいんだけどね、このさ10体っていう縛りやばくない、いやーやばいな、やっぱ俺こういうステージちょっと無理だわ、すーげー苦手、あもう無理だろこれ、もうこれ、もうこれ救いようがないよねこれね、どうしたらいい、これちょっとやっぱ無理だよ、やばいよ、次のステージいけないって、あカルピン1体倒したわ、でももう押せんだわ、もう押せんだわ、ちょっともう遅いのよね、どう、せめてさっきよりはマシな戦いになったか、これは、いや全然かよ、 1% はあーやべえ、全然ダメだった、うおいやーちょっと今回は完全に敗北回で終わるねこれね、ちょっとこれは無理そうだわ、いやーちょっと打つ手がちょっとわかんねえわこれは、いやーどうしようか、まあ、これはまたちょっといろいろ考えて再生しようかなと思います、ちょっと今回はこれはちょっと無理だねいや強えわカルピンが、ほんとカルピンが強すぎる、こいつやばすぎるよマジで、もうトラウマだよねマジで、いやそろそろ早めに1体倒れて、いや極上何やってるん、ちょっと極上ちょっと何をやってるん、ちょっと極上もうこのワープよ、このワープしたら最後だよマジで、いやマジか、これでとりあえず早くカルピン倒れればな、すげえ変わるんだけどね、こいつがすげえ頑丈なのよ、言うてこれ以上なカンカンも育成できないよねこれね、ちょっと今のところは無理だわ、全然思いつかんわこれ、いややばいってマジで、やばいやばいやばい、ちょもう無理か、もう無理かこれは、これはもう無理だよな、ダメだなー。